鈴木浩二のパワートーク。皆さんこんにちは、小説家の鈴木浩二です。今日はゲストに日本技術者連盟理事の林道博さんをお迎えしています。林道さんは放射性廃棄物の専門家でいらっしゃるわけなんですけれども、やっぱりあれですか、この原子力発電所が廃炉になったりすると、こう廃棄物というのはもちろんいっぱい出るんだろうなと想像できるんですけれども、まだ日本では廃炉っていうものは行われてないんですよね。もちろんちょっと誤解を与えるといけないですので、はい、廃炉という言葉が非常に今盛んに言われてますね。思いますけども、廃炉というのはですね、福島第一の事故が起きた後で、福島第一はその特定原子力施設っていうのを、原子力規制委員会が指定してですね、で事故の後に指定したんです。そうです。それを廃炉というふうに、ある意味で定義したんですね。事故を起こした後ですね。うん、ですから、普通の通常炉の、商業炉もですね、これは廃止措置というふうに呼んでますので、その辺はきちっとした使い分けが必要じゃないかと。他の原子力発電所では廃炉という言葉はじゃあないってことですか。廃止措置、ね、廃止措置。これはもっとブロードに考えますと、広く考えますと、原子力施設は廃止措置という、その中でも商業の発電炉は通常の、解体を行うものは廃止措置というふうに呼んだ方が適切なのかと思いますですね。福島第一原発のこれは廃炉と言っていいですね。廃炉はやっぱり相当時間かかるんですね。そうですね、今の予定ですと70年かかるようなものになってますけど。なるほど。我々、人類でこの初めてこの経験するっていうことにはなってきますよね。普通の原子力発電所ですと、30年ぐらいに一応今日本の計画ですと、きれいになるというふうな、そういう計画ですけれども、今一応損害賠償、原子力損害賠償機構が考えているのは確か70年じゃなくてもうちょっと短いかもしれませんが、私はもうちょっとかかるんじゃないかなと思って今70年と申し上げましたけども、通常路でも30年近くかかる話になります。あれを新しい施設にリプレイするということはできないんですか。それ当然今までその政府の方針、国の方針もそうだったんですけども、跡地はですね、再利用して、できれば原子力発電所という形で使うのがいいんじゃないかということで、リプレイスということは当然考えられるんですけども、なぜかと言いますと、今日本の原子力発電所のあるところというのは港が整備されているということから、燃料 その搬出ですね、使ったと、それから廃棄物もそうなんですけども、それから送電もきちっとしてますので、廃止措置した後ではそこにまた新しく原子力発電所を作るというのが一番合理的なやり方というふうに考えております。でもどうですかね、この新しい原子力発電所というのは今このままの風潮だとなかなか作りにくそうな気がするんですけれども。そうですね、また新規立地もなかなか難しいような新規立地もね状況にございますけども、ただですね、やはり今もうすでに、24基がですね、そういう段階を迎えてますので、これをですねきちっとやり遂げるっていうことが、まず第一面で考えなきゃいけないことだったんですね。でやり遂げた後のその跡地の利用を、考えましょうというときにきちっと片付けられればですね、そこはまた原子力発電所の立地っていうことで考えられるような状況になるかと思うんですね。そこはやはり地元の人たち、あるいは自治体の人たちへの、その壊していくときも十分に情報交換、ステークホルダーとの情報交換、あるいはその情報提供っていうのは非常に重要だと思うんですが、それによってやっぱり信頼を得ていくっていうのが一番大事な話だというふうに思いますね。新しくリプレイスを作るにしても、そこをまず実績をきちっと積むというのが重要じゃないかと思います。技術的に廃炉にしても廃止措置にしても
難しいところは何なんですか。まあ、ちょっと福島第一のところは除いておきますと、技術的にはもう通常の廃止措置は、うん、世界でも完全に終わってるのが日本でも小さな発電炉が一つあるんですけども、JPDR っていう日本原子力研究開発機構がもうすでに、それはどこですか。東海村にあるんですけど、東海村ですよ、ね、それはもうすでに終わってます、はい、でそれを含めて17基がもうすでに世界では終わってますので、そういう意味では実績がないわけじゃないですので、技術的にこれがないと廃止措置できないというものではございません、うんうん、ただ福島第一の場合は燃料が溶けてですね、原子炉機を突き抜けてってなってますので、そこはちょっと通常とは全く違う、これが通常と違うというわけですよね、考えて申し上げてますね。でもそれやっぱり福島は難しいですか。そういう意味では技術的にチャレンジすることがありまして、うん、今でいうとその溶けた燃料デブリをですね、取り出さなきゃいけないっていうのが、これは今までの技術じゃなくて遠隔で遠いところ、しかもアクセスが非常に難しいという状況の中でやらなきゃいけないですので、そこはですから課題があって、日本では今 IRIT っていうところ研究開発機関がですね、そこをチャレンジして取ろうということで、さまざまな研究開発を続けています。そういうことなんですね。じゃあやっぱりちょっとそうですか、廃炉と廃止措置では分けるっていうことがだんだん理解されてきたんですけれども、やっぱりちょっと困難が伴うわけですよね、廃炉の方が言葉にね。あれですね、課題は大きいですが、できないわけではないと思いますけど、まあ本当にこの宇宙というか、我々が住んでいるこの世界、自然界、まあ、神と言ってもいいんですけれども、我々にいろんな課題を与えるわけなんですけれども、その課題をね、やっぱりきちっと答えていくのもやっぱり僕は人間の使命だというふうに思っています。今日はどうもありがとうございました。